ので今からドイツ語の本をねちょっと30分か1時間ぐらい読みたいと思います。大体ね1時間以上は僕集中力が続かないのでね頑張っていきたいと思います。ということでねちょっと今ドイツ語を勉強してたんですけど、今からねドイツパンをパン屋さんに行って買いたいと思います。僕はねマジでドイツパン中毒ってね言っていいほどドイツパン好きなんですよね。ドイツパンとドイツのコーヒーがねめっちゃ好きなんで、ちょっとね行ってきます。少しね雑談タイムでもねしたいと思います。最近ね人とうまく付き合う方法として僕が意識してるのが、あまりねネガティブな言葉を人前で話さないっていう意識ですね。なんか疲れたとかめんどくさいとかそういうことはなんかあまり言わないように、なんかねポジティブに行くことでなんかあまりね衝突とかそういうのは、生まれない気がしますね。食べてなかったから夜ねめちゃくちゃ多くなったんですけど、目玉焼きはね失敗してしまいました。